はい、というわけでね、今日は出張で韓国のテグに来てるわけなんですけど、基本はね、ビクトリーベープコリアに来たんですけど、この数日間、この閑静な住宅街の中は、車でね、通ってる時に、あ、猫がいると。よし、猫撮ろうと。ツイッターでね、猫動画撮るでって言ってたんで、ちょっと、野良猫をね、遠くから撮っていきたいと思います。結構怖がるんでね、野良猫も。でもなんか、歩いてみた感じ、お店とかのね、角とかに猫用のその餌やり場みたいなのが設けられたりとかして、結構地域でなんか張ってるような感じがしました。まあ、その辺の法律とかはまあそりゃ韓国と日本とは違うやろうから、厳密なとこまでは分からへんけど、今いるこのテグっていう町自体はね、なんかあれなんですって、歴代のその韓国の権力者っていうか大統領が出身が多い町らしくて、まあお金持ちが多いと。で、この辺も、すごいなんか高級住宅街みたいな感じなんで、泊まってる車とかもね、ジャガーとかレクサスとか BM とかっていうのをちらほら泊まってるんでね。まあその中でも、ちょっと野良猫がね、家で猫取っていこうと。そんなに出会えるかどうか謎っすけどね。じゃあちょっと歩いて取っていきたいと思います。こんな風にね、野良猫がご飯を食べれるように矢倉というか簡易的な小屋が設けられてます。
はい、というわけでね、韓国の路上の猫をちょっと撮ってきました。残念ながらね、このエリアにそんなにこう集中していなかったんで、まあ次ね、何か来た時はもうちょっと猫がいるとこを探ろうかなと。で、ちなみになんですけど、餌箱あったじゃないですか。あの横がね、パスタ屋さんで、多分そこが餌付けしてるんやろうなって。あ、デブ猫いる。なんかボス猫っぽいのがちょっと。これこれこれ、この子この子。お腹もっちもちやなぁ。ちょっと汚いけどもう振りたい。まあこういう他のコンテンツでなんかみんなが楽しんでもらえるような動画を作っていこうと思います。というわけで、第1弾、今日のニャンコ from 韓国からでした。またね。